ジョブロック。世界不思議発見。はい、お疲れです。はい、イスラエルのエルサレムっていう地域、そのエルサレムの中でもオールドシティ、言うたら旧市街っていうところに来てね。この旧市街っていうのは1860年まで、この城壁のこの中、この城壁の中だけがイスラエルの勢力の地域やってんけど、でもそっからはどんどんもうイスラエルが勢力拡大して、ニュースとかで見るパレスチナ問題、もうどん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 追いやられていって、もう今パレスチナはヨルダン川西岸地区っていうところと、ガザ地区っていうちっちゃいところしかなくて、もうほとんどイスラエルの勢力になってしまったんや。このイスラエルの首都はテルデアビブっていう風に国連が認めてんねんけど、でもイスラエル人はこの城壁の中エルサレムだと。このエルサレムっていうのはすごく面白い場所で、どこの国にも属してない世界遺産やねん。言うたら一神教であるユダヤ教とキリスト教とイスラエル教、この3つの宗教の聖域一緒の場所にあるね、このオールドシティの中に。だからユダヤ教の人もいろんな人たちがミクサーに入り混じって世界中から来て祈りを捧げるっていう地域やねんな。城壁の中はどこの国にも属してないし、国連の管理下の中にある。だから一番繊細な地域で、ここの所有権をめぐってドンパチ戦争が起きて、日本ではもうビッグニュースになってるやん、だから日本って多分つながりずっとめちゃくちゃ危険やろっていうのは、この所有権めぐったりとか、あとはパレスチナ自治区、このイスラエルの地域土地の所有権をめぐってみんな戦いを起こしてるっていう地域やんな。観光できるからさ、オールドシティって言われるだけで紀元前から残ってる建物とかもあって、実際風景が一気にほら、こういう風に変わるわけやんな。この3つの宗教がお互いでお互いを戦い合ってるわけやね。もともとこの3つの宗教も実は同じ神やってんだ。もともとユダヤ教から発展してキリスト教ができて、そこから発展してイスラム教ができたから、その3つの宗教の神かつイエスキリストの墓であったりとか、すごい歴史的に深い場所があるっていうところやから、これは見とかなあかんと、宗教のことをあまりわからん日本人だからこそ一回ちょっと映してみたいなってことで、今回は行ってみたい。だいぶオープニング長かったけど行ってみます。レディゴー。嘆きの壁、キッパーって言ってユダヤ教の人たちが被ってる帽子みたいなもんやけど、これ被らないと入ることが許されへんから、これ2人とも似合ってる。落ちひんかなこれ。いや落ちるやろ風で。ここに被ることによって自分の上にいつも神がいるよっていう、これがユダヤ教の人たちすごく大切で繊細な場所やねんけど、この神殿、エルサレム神殿とか第一神殿っていうのがあんねんけど、言ったらユダヤ教にとってすごい大切な場所が壊されて、この西の壁だけが残ってね、だから今までそうやって壊された、それに嘆いてる、だからユダヤ教の人たちはここに来て、その複雑な思い悲しみとかを嘆いたりであったり、お祈りをしたりとかするっていう、信仰心の強い人はもうここで何時間もずっとお祈りをしたりとか、ほらああやって俺たちが今邪魔したら一番あかんこと。ここは男性がお祈りする場所やねんな。女性がお祈りする場所はまた別やねんな。ユダヤ教っていうのは肉親や自分の結婚する相手以外の男女と普通に会ったらあかんねん、だからこうやって別れてるっていう理由やねん。多分これつけてんのは観光客の人が多いんじゃないかな。大体自分のキッパーを持ってたりとか、ほらあえてユダヤ教の中でも正統派って言われてるあえてスーツに、ユダヤ教の人はずーっともみあげを伸ばし続けるって、一生綺麗やねん。一生なんですか。壁と壁の隙間に神みたいな挟まってるの見える。破壊されたこととかに対しての嘆きの悲しみとかを書いたりとか、自分たちの祈りのその言葉とかを書いたりして、あそこに挟むっていう感じやねんな。はい、これ岩のドームっていう、教科書とかでも多分見たことある人は、ちゃんと勉強してる人のイスラム教の預言者のムハンマド、メッカっていうところで生まれたムハンマドが元々商人やったわけやねんな、でもある日洞窟で瞑想しに行ってて、その瞑想しに行ってた時に大天使ガブリエルっていうその洞窟にいきなり現れて、ムハンマドに対して教えを説いたわけやね、それがイスラム教の元になったわけやねんけど、これをこう暗示しなさいと、どん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 その知識を蓄えていって、それを布教し始めてんな。またある日大天使ガブリエルが来た時に、もうまあ十分いろいろ布教して預言者になったと。ということで、そっからメッカの方が飛んでこの岩のドームに来て、そっから天に昇天したらしいね。パーン飛んでいったらしい。そのムハンマドが飛んだ時のなんかこう足跡が残って、その足跡がこうあるっていう。でもここはイスラム教の人しか入られへん、だから多分みんなここで止まってるなと思うんだけど、でもこんなでかい建物が、おお人が止まってる、あ、うまい。これ
聖墳墓教会って言って、キリスト教がローマ教皇に死刑されて、でその墓があるっていう。韓国からここには巡礼者が来るみたいやで。すごいな、建物がドーム状でかなり広い。ユダヤ教から始まったって話をしたけど、イエス・キリストがユダヤ教の聖書を読んで、ここちゃうんちゃう、もっとこうした方がええんちゃう、ユダヤ人だけが救われるんがユダヤ教やってんけど、神を信じる者は全員救われるだろうっていうことで、もともとのその旧約聖書、そこをもうちょっとこう改革して新約聖書、その時ユダヤ教を信じてる人からしたら、おい、なんでやねん。でそれをキリストはでもどんどん広めまくってんな。でもやっぱりそうやってユダヤ人とかに嫌われてたから、そのユダヤ人とかに売りに出されたっていうか、でローマが死刑をしてんな。その墓がこの聖墳墓教会、これなのかな。そうやってキリスト教の人たちが祈りをしろ、これビアドロローサ、人が貼り付けにされたゴルドバの丘っていうところまで、ここの道を十字架を背負って歩いていったっていう。2000年前とかそれぐらいかな。それがこれ今も残ってて、ここを歩けて今車が走ってる。今回やけどやっぱり3つの聖域が集まった場所してみて思ったことがあるけど、やっぱあんな感じでツアーとかもあるらしいね、ツアーじゃないとまあまあ大変、これらブワー歩き回ってここ、これなんじゃないかな、これなんじゃないかな。ネットとの張り合わせしながらやったけどさ、このエルサレム来るだけで景観がめちゃくちゃ歴史的な伝統的な建物が多いから、見てるだけですごいなんか楽しいし感銘を受けるから、まあ、よかったら来てほしいなと、この国でも属してない世界遺産、人がやっぱこう感じるものがあるんじゃないのかなと、こんな感じのコメントしかできません。一旦そうやんな。うーどすげえ。あーいやいやいや。